思い返してみると、すべては中学3年の時に始まっていた気がする。もしかしたら本当はもっと前に始まっていたけど、自分が気づいていなかっただけなのかもしれない。長い話になるが、もしかしたら解決策を知ってる人がいるかもしれないから聞いてほしい。僕が中学3年の時、クラスで体育祭の打ち上げをやろうという話になって、有名なチェーン店の食べ放題の店に行くことになった。その店は駅から少し離れていて、バスが出てるのでみんなで駅に集合してバスで行くことになった。打ち上げ自体は何事もなく和気あいあいとした雰囲気で、夜9時頃に解散となった。そして帰りのバスを待っていた時にあることに気がついた。バス代がなかったのだ。僕は仕方がなく歩いて帰ることにした。僕の他に S と M も歩いて帰るって言ってくれて3人で歩いて帰った。僕らは帰り道たわいもないことを話した。確か内容は誰々が誰々のことが好きだとか、ゲームの攻略法とかの話だった。僕らはずっと話していたんだが、ある瞬間から3人同時にピタリと話さなくなった。あらかじめ言っとくが、僕は霊感なんてものは持ってなく、さらに怪奇現象は否定派だった。しかしその時感じた気配はそんな僕でもヤバいって思えるものであったし、他の二人も同じことを考えてたと思う。そこから無言で歩き続けると、その異様な雰囲気を出してるものの正体がわかった。ベンチの上に白い服を着た女が座っていたのだ。僕はその女がこの世のものではないとすぐにわかった。見た目は20代ぐらいなのだが、目がある部分が黒い空洞になっている。さらにそこのベンチは待ってても何も来ないし、明かりも隣にある自販機しかない。その女は靴も履かずベンチに体育座りのような格好をして、僕らの方をずっと見ていた。僕らは動けなくなってしまった。そして1分ぐらいが経過したら、その女がこっちの方に歩いてきた。そしたら S が、走れ。と叫んだ。その瞬間僕らの体は動くようになり、言葉にもならない絶叫を上げて走った。駅まで一度も止まることなく走って駅に着き、明かりとたくさんの人を見て安堵した。そして駅で解散することになった。僕の家は駅から近いので大丈夫だったのだが、S と M は遠いし、しかも家も逆方向なので少し不安そうな顔をしてた。しかしいつまでも駅にいるわけにもいかないので、5分ぐらいしてから解散し、皆おのおの家に向かった。そして僕が家に帰って、風呂に入って一息をついていると、M から電話がかかってきた。僕が出ると M は、あの女がいたんだよ。と電話の向こうで叫んでいた。僕は最初から飼っているのかと思ったが、M の緊迫した声ですぐ嘘ではないと思った。それから M は絶叫混じりに今の状況を話した。要約すると、それは M の家に帰る途中の田んぼの前の自動販売機の前に、あの女がいたということだった。女の近くには車も自転車もなく、あの場所から歩いてそこまで行くのは不可能だったため、M は急いで家に帰ったという。そして家に着いてから僕に電話をかけたという話だった。僕は電話の向こうで取り乱している M をなだめ、明日学校で対策を考えようと言い電話を終了した。次の日学校に行くと、なぜか全員昨日のことを知っていて僕に話しかけた。なんで知ってるんだと驚いていると、教室で S が言いふらしていた。そうやってヒーローみたいに話す S を廊下に引っ張っていき、昨日の M からの電話の内容を伝えた。すると、とりあえず M が来てから話し合うことにしよう。と言って S はまたみんなに言いふらしに行った。しかしその日 M は来なかった。僕と S は心配になり M の家に行くことにした。家のチャイムを押したが誰も出なかった。何回押しても出ず、家には誰かいる気配もなかった。僕らは心配になったが、明日来るだろうと思ってその日はそのまま帰った。しかし M は次の日も来なかった。その次の日も、その次の日も来ず1ヶ月後に先生から転校したと告げられた。僕の母が M の母と仲が良かったので何があったのか教えてくれた。M は打ち上げの次の日の朝から何かにずっと怯えていて、精神を病んでしまったらしい。その次の日から僕らに怪奇現象が起こるようになった。僕は何度も金縛りにあった。夢で僕は自分の部屋にいて、それからすぐに部屋の窓から緑色の光が差し込んできて、それが部屋を覆い尽くしたところで目が覚める。すると、すぐに僕の上に誰かがのしかかったような感覚がして、手首をつかまれて動けなくなってしまった。その状態が1時間ぐらい続いて、急にふっとつかまれていた感覚がなくなった。僕は怖くなってその日は、
母親の布団に潜り込んで寝た。次の日の学校で S にその話をすると、S も全く同じ体験をしていた。そこから2ヶ月間ぐらいその状態が続いていたんだが、ある日ぴたりとそれはなくなった。僕らはきっとまた来ると思って最初は不安だったが、受験生だったのでそのことも次第に忘れていった。そして僕らは高校生になった。S とは違う学校に行った。そこで新しくできた友人 H と知り合い、一緒に買い物に行くことになった。僕は新しい友達と買い物に行けることが嬉しくて、すぐに OK をし次の日二人で出かけた。その店はエレベーターを使って下に降りていくのだが、その日はおかしかった。エレベーターは確かに下に降りてる感覚がするのだが一向につかない。そして5分くらい経ってから扉が開いた。着いた場所は僕らが乗った場所だった。H は、なんで下に降りてないん?などと笑っていたが、よく見ると目が笑っていなかった。そしてその日は買い物する気にもなれず、そのまま帰った。そしてその日の夜からまた金縛りに会うようになった。しかし以前と一点だけ違っていて、夢で見る僕の部屋の隅にあの女がいたのだった。僕はすぐに S に連絡したが、S は引っ越していて、電話番号がわからず結局連絡はつかなかった。そんなことが1ヶ月間続いて、またピタリとなくなった。そして何事もなく時間が流れていき、高3の夏僕は H と山にカブトムシを取りに行くことになった。僕の学校は山にあるのでカブトムシがどこで取れるか、どの時間帯に行くのがいいか分かっていたため、夜10時に山のふもとに集合した。そこからカブトムシスポットに行ってる途中、山の舗装されてない道からおじいさんが出てきた。僕は山菜採りかなと思って、そのまま歩き続けようとしたらそのおじいさんが、山の崖っぽいところの前で小刻みに震え出した。僕らが驚いているとおじいさんがパッと消えてしまった。崖の下に落ちたのかと思って僕と H は急いで下を見たが誰もいなかった。僕は帰りたくなったが、H が強がって。ここまで来たんだから、一匹ぐらい捕まえて帰ろうぜ。と言ったので、カブトムシを取ることにした。そしてスポットである展望台に行こうとしたのだが、ある異変に気がついた。展望台までの道がなくなっているのである。僕らはさすがに怖くなって、最短で下山できる神社を通り、道を駆け下りることにした。そして神社に着いてから嫌な予感がした。そして予感は的中することになった。神社の賽銭箱の上にあの女がいたのだった。僕は途中で失禁してしまった。それほど怖かったのだ。そして山の下で僕と H は、誰も来てないことを確認し一息ついた。すると僕の腕に痛みが走った。見るとどっかの枝に引っ掛けたのか、結構深い怪我をしていた。走ってる時は怖すぎて痛みすら思考の外だったのだろう。そしてまたその日の夜金縛りにあった。夢の中で部屋にいた女は部屋の隅から少し僕の方に移動していた。僕は、もしかしたらだんだん僕の方に女が来て、最後は丸されるんじゃないかと思うようになった。それからまた月日は流れ、僕は地元の建築関係の仕事に就職した。金縛りはあの日からもう起きてないが、いつ起きるのかと思うと気が気ではなかった。そしてある日仕事で一人で残業していると、誰かの足音がした。僕は怖くなったが、恐る恐る振り向いた。しかしそこには誰もいなかった。気のせいかと思い仕事に取り掛かっていたら、また30分後ぐらいに音が鳴った。さすがに気のせいではないと思い振り向いたが誰もいなかった。安堵して窓に目を向けるとあの女がいた。僕は驚いた。ここは3階だから窓から顔を出せるわけがなかったのである。そしてその女はあの日と変わらない空洞になった目でこっちを見て。あと、3年。と地獄の底から這い上がるような声で言った。僕はすぐに残業をやめ家に帰り、後日退職願いを出して、今精神科のカウンセリングを受けながら家にいる。僕はあの女が言った日が来たら死ぬのかもしれない。旗から見ればの嘘っちゅう、もしかしたらじまると処理される死に方をすると思うが、これだけは分かってほしい。僕は本当はあの女に丸されているのだと。そして来年あの女が言った3年後である。僕は一体どうなってしまうのだろうか。